工夫を加え、サブリ流を創始し、開祖となりました。東流は、槍は切るもの、刀は突くものを神髄としています。槍の全長は9尺、穂先は両刀両しのぎ、長さは2尺1寸を基準としています。鍵は穂先より2尺5寸下がったところに伏しています。また、鍵の位置に腕を挙称する房がつけてあり、長さ1丈1尺、太さ9ミリ前後です。詳しくはパンフレットの16ページをご参照ください。